といっぱい雨が降ってきた時に、うん、うちの裏山大丈夫かなって言ったことに対して答えられるようなあの情報を出すためのセンサーの研究について行っています。そのセンサーを新しく開発するために大きな崩壊実験をしなければいけないので、大きな雨を降らす装置の中で実験を行っています。最近のゲリラ豪雨っていうような雨まで再現できるような、要は自然のあの雨の状態を再現できる、そういうことが特徴を持ったあの大型な実験施設です。実際の崩壊現象は見ることができません。なのであの自然の状態に近いような土の山を作って、そこに雨を降らすことで、そこにセンサーをあのいっぱい設置して、土の中の挙動を把握して、そこからあの崩壊する前に何が起こっているかということを知るという、そういう実験を繰り返して行っています。私が今の専門にあの関心を持ったきっかけは、あの1986年の伊豆大島の噴火です。その3ヶ月前にあの実際にその伊豆大島の観光で見に行ってたんですけども、まあ、その場所が あんな噴火が起こるなんていうのをあのものすごいこう衝撃的に思いました。で、あんな地球の中からあんなダイナミックな動きが出てくるというのに非常に興味を持って、やっぱりあの地球の中でそういう火山を噴火させるようなメカニズム、あるいは地震が起こるような大きなメカニズムというのをいろいろこう研究したいなと思うことで、こういうことを目指しました。メカニズムの研究をずっとしてたわけですけども、まあ、対極的にこう見ていくと、地球の中でどうなっていくことがっていうことで、火山が噴火するメカニズム、あるいは地震の起こるメカニズムということを、あの地球熱学というような分野でこうやってきたんですけども、あのやはりなかなかそこで、もともと自分はあの夜中によくやるようなそういう防災のそういう情報というか、そういうテレビ番組を夜中中やってる番組を見るのが好きでしたので、その防災っていうところにやっぱり興味があったと。でなかなかそこのところにたどり着けなくて、そこのところは何かなと思った時に、もう少しこう身近な現象をこう追うことが重要だということに気がついて、そういうところであの少しずつこう地震あるいは火山が起きた後に起こる現象は何かなと見てみたら、土石流だったり泥流だったり斜面の崩壊だったということで、そういう方に興味を持ちました。でそっちの方があのより防災に近いということに気がついて、そこでそういうことをやるようになりました。土の中を測ることで、あのその斜面、そこの裏山っていうのは今どんな状態だよっていうことをあの安全にこう知る、要は前兆現象を安全に知るような、そういうあの情報を作り出したい。なのでいろんなこうたくさん設置しなきゃいけないので、安くて手軽なセンサーをこう作っていきたいなというふうに考えています。で、まあ、そのような、まあ、思想のセンサーをあの熊本県あの阿蘇地域においてあのセンサーをつけております。阿蘇地域では地震がたくさんあの強い地震が起こって、あの土砂災害の恐れが多く、今あの土砂災害の恐れがあると言われています。でその後の豪雨によって、まあ、災害が起きるかどうかという今危険な状態にありますので、そういうところにセンサーを設置することで、まあ、そのセンサーの情報の有用性や検証をできるようにしていきたいと思っています。